Nächstes Paar, next couple to skate, aus Deutschland, representing Germany.今回はドイツオーガスドルフでの大会です。地元ドイツのカップルです。カロリーナ・ヘアマン、ダニエル・ヘアマンです。兄と妹のカップルです。初出場、19歳と20歳です。コンパルソリーダンスは10位という成績でした。ティーズルもよくあります。レベル4です。ステップはレベル3。カーブのリフト、レベル4。スピン、レベル4。レベル3。ローテーションリフト、レベル4。ドイツの兄弟カップル、カロリーナ・ヘアマン、ダニエル・ヘアマンでした。歯切れの楽しいタンゴですね。そうですね。特にドイツ語で歌ってるところがいいですよね。このタンゴの曲は前にインフラロゼが滑った曲で、この女性の滑り方がとても彼女に似ていて、ちょっと懐かしい感じしましたね。本当なんかいい感じでしたね。なんて言うんでしょう、濃厚な味わいはないんですけれども、明るいタンゴでなんかいい感じ、いいリズム感のフットワークで、久しぶりにドイツらしいカップルですね。そうですね。バイヤー兄弟がね、今シーズンそうなんですね、はい、いないですね。シニアに出てこなかったんですけど、どうなったのか分かりませんけど、やはりこのジュニアの子が育ってくれたらいいですね。そうですね。このオーバストルフではそのウィンクラーローゼも練習を行っていたんだそうですね、はい。リンクが3つある、とてもいいリンクです。あ、そうなんですか、はい、サラエボオリンピックの時にトービルディーンもここで合宿してました。そうらしいですね、はい、ちょうど私たちもそこに入れていただけて、生でトービルディーンのね、コンプルソリーダンスをこう見たり、ボレロも何度も練習見ました。何度もですか。もう鳥肌がその度に立ってました。そうですか。素晴らしかったです。いや、羨ましいですね。日本の高橋さと、
があのちょうどここで一緒に練習して同じ行為で滑ってたんです。そうなんですか。今コーチをしているので、あの佐藤の、まあ、振り付けの方で頑張っていらっしゃいます。今回はドイツの大会です。初出場のカップル、兄弟カップルです。でもなかなかいい雰囲気を持ってますね。いいですね。テクニカルエレメンツ 26.78 でした。そして5コンポーネンツです。下3つは5点台に乗せています。パーソナルベスト更新となりました。オリジナルダンスは 45.70 でした。そしてコンパルソリーダンスと合わせてここまで滑った中での第7位です。